はい、いよいよ来ました。アーチがつき始めました。なんかもう早くもなんかハウスっぽくないですかこれね。ちょっと見えてきたでしょ姿。そうなんです、こういうハウスなんです。いわゆる形がかまぼこ型と言われてるハウスなんです。超超超いい感じ、超超超超いい感じ。こんにちは、大村崎の飼育を中心に蝶々の活動をしている蝶太郎こと橋田です。はい、今日もね元気にワクワクドキドキ蝶々の話をするのかと思うんですよ。はい、ということでやってきました。もう早速いきましょう。今日やっていく企画は蝶々&園の道、ついに大村崎ハウス建設です。はい、いよいよこの日がやってきました。もう長かった、いろんな動画あるんでよかったら見てください。はい、ということでもう行きましょう。早速これから大村崎ハウス建設の様子を見ていただこうと思うんで、そちら楽しんで見ていただけたら嬉しいなと思います。じゃあ行きますよ、レッツチョー。はい、ということでいよいよ新大村崎ハウスの建設が始まります。いよいよですよね。このね YouTube チャンネルをずっと見ていただいた皆様はもうちょっと感動じゃないですか。いよいよ始まりましたよ。あのね、森だったこの場所、本当に木がたくさんあったあの場所が今やこの平地になり、ついにハウス建設まで来ました。お待たせしました。そして初めての方、ぜひぜひこのねリスト、 YouTube にはリストというのがあって、蝶々ランドというリストがあるんで、ぜひそちらも見てみてください。この場所森だったんです。そこからやっとここまで来ました。はい、ということで建設なんですけど、この奥ね、ちょっとあの黒いちょっとかっこいい格好してるちょっと怖そうな人いるじゃないですか。超優しい人です。ちょっとそれと風評被害って言われるんですけど、超優しくてね、このね、やっぱりこのね、あの土木に関してもね、あの、もうその知識があるし、動物も好きだし、めちゃくちゃいい人でした。で、この今回ね、あの、この建設をしてくださってる二人の方はなんと中国人の方なんです。ね、中国の方でしたね。でね、職人の方なんですけど、この今白いジャケット脱いだ方おられるじゃないですか。この方、このハウス建設に関しては超有名人らしいです。ね、ちょっとね、お話聞いたら、先月とかなんか近い、以前、ちょっと前に、はい、まあ、すいません。ちょっと前に、あの、1ヶ月で、長さ80メートルぐらいですよ。80メートルぐらいのハウスを1ヶ月でもう30棟ぐらい建てたよっていう話もしてたぐらい、ハウス建設に関しては超ベテランの方です。ね、このお二人、本当にだから作業を見てても早かった、早い、本当に早かったですね。でもですよ、今回ね、この場所はもう結果さっき言いましたけど、1日、今回では全部終わりませんでした。なので、次回もぜひ楽しみにしてほしいんですけど、今回は骨組みまでです。骨組みまでできるんで、そこまでの様子をちょっとね、楽しんでいただこうと思います。で、これ何をしてるかと言いますと、整地が終わった後、糸でね、ちゃんとね、水平を取ってるんですよね。成長したとはいえ、やっぱりね、あの、高い低い地面あるんで、その高さをちゃんと測ってやってくれてるというわけです。で、この今、杭を使って、測って、どこにどの杭をこれから打っていくかっていうのもちゃんとね、あの、測定してくれてるということで、なんかそこから蝶々って飲ますね。あ、枯葉かな？蝶々とかな。はい。で、あの、なんでもごめんなさい、蝶々の話しちゃって。はい。ということで、ね、こうやってね、あの、成長をして、そして今ね、どこにこの杭を打っていくかっていうのを測ってくれてるというわけです。で、いよいよです。いよいよ、杭が、ハウスが立っていきます。あ、また戻ってきましたね。はい。いやー、ちゃんとね、掃除くれてますね。はい。はい、いよいよ来ました。アーチがつき始めました。なんかもう早くもなんかハウスっぽくないですかこれ。ね。ちょっと見えてきたでしょ姿。そうなんです。こういうハウスなんです。いわゆる形がかまぼこ型と言われてるハウスなんです。僕はそれがちょっと納得いかなくて、ドームまん丸いハウスに本当はしたかったんですけど、ちょっとね、いろいろあってそれが叶わずで、まあ今回はこのね、あの、いつも通りの、まあ1号ハウス、皆さんね、見たことあると思います。1号ハウスのようなかまぼこ型を噛みまくりのハウスの建設という風になりました。でもですよ、今回ね、部材がいい、めちゃくちゃいい。本当にね、あの、表よりね、ちゃんと太くて、しっかりした材質のものでしたね。だから、あー、ちょっと待って、ちょっと見てみましょう。こっちが、地面に入る。これね、僕ね、ちょっとやらせてくださいって、あ、いいですよ、いいですよって言ってください。ちょっとやりたいですって言ってお願いして、これをやらさせてもらってるんです。
重たかったですよ。これ不安定ですね。もちろんね、なんか真ん中持っちゃいますけど、見てください。この持ち方。全然違うでしょ？やっぱり違うんですよ、持ち方が。もう僕真ん中とか持ってたらもう全然刺せなかった。ね、やっぱりこう持ち、あ、これね、こっちの人もね、同じ持ち方ですよね。やっぱり何でもコツがあるんですよね。ちょっと、見本を見せてもらってます。ね、コツがある。太いしね、これ本当に重たかったですね。でもね、やっぱり経験させていただこうと思ってちょっとやらせていただきました。いや、この後もね、実はね、もっといっぱいね、作業をやりたかったんですけど、やっぱりお二人職人のプロの方なんで、ちょっと手が出しづらかったんで、もうね、思い切ってね、もう任せました。もうベテランさんに任せました。でもね、だからこそね、しっかり綺麗なハウスが本当に立ち上がります。もうこれは最後まで見てください。素晴らしい出来になってます。でね、これね、さっきもね、ちょっとお話しましたけど、超太いタイプです、今回。で、本数もちょっと増やします。それがなぜかと言いますと、対策です。それはと言いますと、台風対策です。台風でやっぱり風でハウスが潰れるとかよくあります。違う部分にやってまいりました。ね、こうやって横に、左右をして、真ん中中央部分の部材でつなげるっていうのがこのハウスの付け方なんです。ね、右左をこうやってつないでいく。これもね、一見簡単にやってるようで難しいんですよ、実はこれ。ね、グイッてやってるんですけど、これも簡単にやってるようで難しい作業をもうこの二人は淡々とこなしてくれてました。はい。ということで、先ほどね、ちょっと話の続きですけど、そうなんです。台風対策なんです。このハウスの、やっぱり潰れるのは大きく二つあります。台風と、雪です。雪。まだでもね、奈良県、僕が住んでるこの奈良県は雪が少ないんで、まだまあまあ大丈夫なんですけど、もう一つやっぱり台風がやっぱり怖いんで、やっぱり太いパイプにして、本数も増やして、ちょっとね、台風、風から守るっていうのを今回、やるためにも、いい素材を使わせていただきました。でもですよ、ね、それができたのも、それもこれも皆さんのクラウドファンディングのおかげです。クラウドファンディングで応援した皆様、応援してくださった皆さん、本当にありがとうございます。完成したらもう本当にね、もうまたごめんなさい。お手紙とかもまだ届けたいのは実は理由があって、完成した写真をお届けしたいからなんです。もう少々お待ちください。はい。ということで、カン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 始まりました。そうなんです。部材をつなげていく工程に入りました。ね。カン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 ってやってるでしょ。でもこれ見てください。これ青いの、あ、後ろに映りましたね。ちゃんと平行、もちろんです。平行をちゃんと取って、綺麗にやっていただきます。ね、このお二人ね、本当にほとんどね、最低限の言葉しか変わらずね、やっていくんです。まあ、そうですよね。こんなんちっちゃいよってハウス言ってましたからね。このハウスサイズどうですかって言ったら、ああ、倉庫で使うぐらいだねって言われて。そうなんです。通常農家さんって、これね、10メートルなんですけど、80メートルとかいう長さのが平気であるんで、本当にこのぐらいのハウスだと、このお二人からしたら、ちっちゃいよ、こんなのすぐ立つよ、みたいな感じでした。はい。僕からしたら超豪華なハウスなんですけどね。やっぱり農家さんのハウスはすごいなと思いました。はい。でですよ、このね、コンコン、少しずつ完成していくこの様子、感慨深いですね、本当に。ね、もう去年から苦労して、役場の申請をなんとか突破して、そして平地作業、ね、楽に楽園さんにお手伝いいただいて、木を切って、木の根っこも抜根もして、本当にここまで来るのが大変でした。でも大変な分、ちょっと本当にね、感動がね、ひとしおという感じがしております。はい。ということで、こうしてアーチをね、つなげていくという感じです。上もそうですね。上もちゃんとしっかり、取れないようにしていくというわけです。ね、中間もこれ、挟んでやる。挟んでつける。そして、中央の部分はね、ドリルで止めたりとか、いろんなことをしてました。で、これ横もね、これ何つけてるかと言いますと、この後、今回はちょっとないんですけど、網掛けするときの網の止める部分が必要なんですね。そういう部分も実はあって、それをね、つけてます。あ、中間報告です。中間報告は、じゃーん、こんな感じです。今ちょっとお昼休憩に入ったんで、その時点の動画を撮ってます。はい、こんな感じですね。思ったよりでかいですね。やっぱり来てみると、ね、横が、ここね、ここ横が6メートル、奥10メートル。で、それに合わせての高さがこのアーチなんで、ね、3メーターの予定だったら、まあ3メーター20ぐらいっていうことですね。ちょっと一周回ってみましょうか。はい、こんな感じです。いやー、完璧ですね。やっぱりね、プロに頼んでよかったなと思ってます。自分で建てようかなとも考えたんですけど、やっぱりね、これ基礎なんでね、大紫のハウスの基礎なんで、やっぱりこれはね、プロに頼んで完璧に、やってもらってよかったなと思います。はい、綺麗ですね。はい、骨組み、こんな感じでできました。
はい、こちらが裏面です。はい、こんな感じになっております。はい、ちょっとこれ広がるかな。はい、こんな感じです。そして素晴らしい景色、今日だけ晴天というね、素晴らしい条件にあったんですけど、はい、いよいよこれでハウス、これがちょうど今日お昼の中間地点です。はい、でこの後お昼からもう網掛けにもかかるということで、本当はね今日と明日2日間の予定だったんですけど、もうねもしかしたら1日でできるかもしれませんということですね。はい、ということで、おー飛んだー、こっちちょうどなってるんですね。ここさっきから長崎アゲハがずっと飛んでるんですよね、長崎アゲハオス。はい、ということで、では、こちら中間報告できました。じゃあ引き続き、この完成までの様子をご覧ください。はい、ということでお昼の間の中間報告でした。いやー、もう前後がねまだガラ空きですけど、いよいよね左右の骨組みができましたね。できてきましたね、ハウス。あー、カメラが倒れたんです。そうなんです、カメラを戻して撮影再開です。バタンってなんか音がしたなと思ったらカメラが倒れてたんですよね。はい、ということで再開しております。はい、いよいよですね横の部分ができて、次は縦ですね、前後ですね、まずは後ろですね。後ろの背面の部分を今ねこれを作っていただいているところです。後ろのまず縦を入れて横を入れてっていう風にやっていくわけですね。はい、ということでこれをね、あのこの棒、そう、横今立ててますね。これもね8本確かね入れたんですけど、あの今回多いですよ、こんなにしっかりしてるのなかなかねですよっていう お話もねしていただきました。もう少なかったら1本の人もあるぐらいでね、今回僕は頑丈にということで本当にしっかりするために8本縦のねあの棒を入れました。やっぱりこれも本数が多い方がね、やっぱり風ね、あの強風からの対策にはもうバッチリなんで、これはねやっていこうと思いました。で、またそれもね、なぜかと言いますと、僕ね、あのこの大村崎の成虫のシーズンはほぼね毎日ここに通うことになると思うんですけど、やっぱりね幼虫のオフシーズンはちょっとここね僕ね、あの見なかったりあんまり来なかったりするんですね。そういう時に無人の時にもやっぱりねなんかあったら困るんで、やっぱりしっかりしたねハウスを今回建てようと思ってね、させていただきました。そしていよいよ始まりました、前の部分です。そうです、扉です。扉がいよいよ、お、ちょっとまたこれやらしてって僕言ってます、一本押さえやらしてって言ってますね、お願いしてますね。これめちゃめちゃ、いや超超長いんですよ、これまた重たいんでねチャレンジしてみさせていただきました。こうもう重たそう、へっぴり腰ね、こうして持っていって、そして持ち上げて、いやこれはもう本当に重たいんですよ。で一個手前に置いて、もう事前にちゃんと測っておいた穴にズボッと入れるというわけです。ね、めちゃめちゃ時間かかってますね。いやー、やっぱりまあまあね、そらね、もう何十、もうだって聞きましたもん。今まで人生で何件ぐらい建てましたって聞いたら、数えられないよって言ってましたからね。そんなの覚えてねえよみたいな感じでしたから、もう僕のその1回目で僕とね、比較するのももうまあ本当に失礼な話なんですけど、こうやってね、ちょっとでもね、あの、経験したいと思ってね、お手伝いさせていただきました。そしてです、これ扉でも分です。扉の縦のとこなんですけど、これ1個前にしますよね、これ。1個前にこうしてね。これ何かと言いますと、扉今回、前、2つあるんですよ、2つ。このね、職人の方にも聞かれました。なんで2つあるのみたいな。いや、僕も1つでいいと思ったんですよ、って。やっぱり役場の方からやっぱり蝶々逃げないようにしてねというお願いがあったんです。だから二重扉にしても絶対逃げないよっていう風に今回はしました。まあね、大村さんにね、まあ万が一ですよ、万が一逃げたとしても野外にもともといる蝶々なんで大丈夫なんですけど、やっぱりそこはね、ちゃんとね、あの市役所のとの約束で逃げません、逃がしませんっていうことをね、今回させていただきました。はい、いよいよそして横の部分です。横の部分、これもね、あの網をつけた時の、止める部分なんです。網を固定する部分になるところですね。これもまあそれとね、あの強度を増すためっていうのもあるんですけど、それをつけているところですね。はい、ということでもうね、扉ものもどんどんできてきました。2つの扉が出てきました。いやー、長かった、今日も一日暑かったですけどね、蝶々もう日暮れになってきましたね。はい、ということで実は今回の作業はここまでです。ではまとめ動画をご覧ください。
はい、ということで大村崎ハウス建設1日目終了しました。はい、ということで本当はね1日でできるんじゃないかっていうお話だったんですけど、やっぱりね二重扉だったり骨組みがしっかりいっぱいたくさんあったんで、ちょっと1日はできなかったんで2日に分けてするということで、次回完成します。網をかけて完成します。なのでとりあえず今回はこのねあの骨組みまでっていうことでできました。いやー、感慨深いですね。皆さん、ね、もしこれを初めてって皆さん見た方、ね、リストにあるんでね、大村崎ハウス建設、もうこの森やったところから全部あるんで、もしよかったらね、見ていただけて嬉しいなと思います。そして、ずっとね、引き続き見てくださってる皆さん、いよいよ来ましたよ。いよいよです。今回では完成できなかったけど、次回、ついに大村崎ハウス完成の様子ね、またね、見てもらおうと思います。でですよ、ね、これ、ね、ちょっと前後しちゃってますけど、またライブ中継では、だから先に出ちゃってるのかな、後でだからこれを見ることになると思うんですけど、ライブ中継もね、またね、やろうと思ってます。はい、ということで、ワクワクしますね。いよいよですよ、チョウチョランドの大村崎ハウスがいよいよ完成します。はい、ということで、こちら、最後のこちら、はい、アウトドアメーカー、モンベルさんで、蝶々の標本作り、観察会のイベントやってます。そちら概要欄に貼っとくんで、モンベルさんのイベントも来てくださいね。お会いしましょう。はい、ということで、ではまた、その前に、ちょっと言ってみましょう。最後、おまけ動画で、今回のね、完成した様子をアップしようと思うんで、おまけまで見てくださいね。おまけ動画で最後、今回の前半戦の様子を見てください。はい、ということで、ではまた次回の蝶々の動画でお会いしましょう。蝶なら。はい、ということでおまけ動画いきますよ。今回大村崎ハウス完成の前半戦はじゃーん、こちらです。いかがでしょうか。立派なハウスの骨組みが出来上がりました。じゃーん、こんな感じです。じゃあ中入っていきましょう。いきますよ。ズン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 、こんな感じになっております。すごいですね。まっすぐ、プロは違う、まっすぐです。そして後ろ、これ骨組み 1,2,3,4,5,6,7,8 めちゃくちゃ多いです。頑丈にしております。これでも台風もへっちゃらです。やっぱりね、このハウスは台風が一番ね、あの危険だということでね、骨組みたくさんしました。はい、じゃあちょっと出てみましょう。こんな感じです。横はこんな感じです。はい、10メートルです。横10メートルの後ろこんな感じですね。後ろが6メートルです。で、高さは 3.2 メートルですね。はい、これが一周です。はい、こんな感じです。で、ここまだ花ないですけど、次回、花も植えるということですね。で、ここをこう散歩する人も、花も見れて嬉しいし、ちょっと大紫も覗いてみれる、僕がいたら中も入れるよっていう感じですね。はい、こちらです。はい、今回はこんな感じです。前半戦。はい、ということで、次回、いよいよ大紫ハウス完成編です。ぜひぜひ見てくださいね。はい、ということで次回をお楽しみください。ちょうならー。